城県つくば市。茨城クリエイターズハウスは、ここつくば市にある使われていなかった公務員宿舎を利用して運営されています。入居しているのは12組の個性豊かなクリエイターたちです。あ、申し遅れました。私、茨城クリエイターズハウス管理人のはじめです。入居者募集の頃に新米管理人としてこのクリエイターズハウスを任されて1年。今ではここを拠点とするクリエイターさんたちと毎日楽しく過ごしています。クリエイターさんとも長く触れ合ったり、コラボしたり、刺激を受けたりしたいなと思いまして入りました。まあ、いろんな人に出会えるのが面白いのと、あとはやっぱり少し話題になってるみたいなんで、ちょっとうちでもこれやってくんないとか、そういうので仕事いただいたりとかして入ってよかったなと思ってます。今日はここ茨城クリエイターズハウスを私はじめがご案内します。クリエイターの皆さんはそれぞれのお部屋を事務所や活動拠点として活用しています。それまでは家で仕事をしていたんですけれど、やっぱ一人でずっと家にこもっているとちょっとやっぱり元気がなくなってくるというか、一緒にものづくりをしたり相談ができたりとか、そういうことがあるんです。はい、そうです。クリエイターズハウスのロゴも入居しているイラストレーターの古山夏美さんとスタジオ2分の1の本木俊太郎さんの合作です。この壁のロゴもお二人の監修のもと描かれました。あ、ちょうど今はお茶の時間ですね。みんながお茶をしているハウスさんに行ってみましょう。入居者の皆さんはこうしてお茶をして情報交換にも役立てています。それぞれジャンルも表現も様々ですが、みんなとっても仲がいいんですよ。ハウスの中では勉強会を開いたり、クリエイターさん同士のコラボレーション作品を作ったり、様々な場所での展示を協力して出品したりしています。クリエイターの皆さんがどんな作品を作っていくのか、いつも私もワクワクしています。私も少しでも皆さんのお手伝いができるよう頑張ります。これからもクリエイターズハウスのオープンハウスや各作家さんの活動、合同展示など、いろんなところで皆さんにクリエイターの皆さんを紹介していきます。ここから生まれる作品を楽しみにしててくださいね。